このどいつかわかる。おい、うわ、ピッコロ貴様。そうだその様子では仕方ないだろ。俺は一度待なさだったらその少年ごとかかってこい。くそ俺が。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあったな。そうだ昔天下一武道会でな。どうしたその程度。また雑魚と呼ばれたいのか。俺を見くびるなよ。なるほど、技、動き、そしてタフさはなかなかだ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。やっぱり強い。貴様の力は大体分かった。少しはやるようになった。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。そうすれば多少の。くそ、俺だって悟空と同じ絶対もっと強い。おお、なんというパワーだ。個性地球人でこれほどの強いパワーを持つやつ。ピッコロ、俺の感じたパワーの持ち主が貴様。そういえば今は共闘してるって。そうだ、よく考えたらちょうどちょっと修行の成果を試させてくれよ。何、死にたいのか貴様。神様の死。そう、卒業試験に自分より強い相手と戦ったが、いつまでも悟空に先を越す修行の成果を見せてやる。死んでも知らんぞ。貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ、お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだからな。なあ、チャッチヌリャチャッチヌリャマカンコーザットロー。はっ、そうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。自分の力不足を思い知るがいい。くそ、力の差を思い知ったようだな。
おかしいな。バカめ、貴様が修行して俺様が遊んでいるとでも思って少々強くなった程度で。言われてみりゃ、そりゃそうだ。命があるあたり、聖一から修行をやり直すんだな。いや、見てろよ、俺だ。そろそろあのいい加減甘さ。これは凄まじい木の塊だ。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいたら、この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やった、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がおめえは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったの。しょうがないやつ、違うシャレを。さあ、マシマシ、あれ、誰も電話に。プサイカな、お前何しにここに来た。ほら、海王様にし。とっとと帰れ、シャレのわからんやつにし。そりゃねえよ。そこまで言うならテストしてやろう、このギャグの天才である。え、オラがす、トンが吹っ飛んだ。プッ割れた。かよ、くそ。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。